皆さんこんにちは、不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、タイトルにもあります通り空中権というテーマでですね、お話をさせていただきたいなというふうに思っております。空中権というとですね、東京駅が空中権の移転によってですね、500億円ぐらいの改修費用を捻出してですね、建て替わったというのはですね、不動産業者であればですね、皆さん知ってると思いますが、そういった空中権を容積率を確保するために移転する以外のですね、使い方ということで、非常に斬新なビジネスを展開されているトルビズオンっていう会社があるんですね。本日はですね、そちらに訪問させていただいて、詳しくですね、そのビジネスの可能性についてのお話を伺っていきたいなというふうに思っております。本日はですね、エッグジャパンに、入居されておりますトルビズオン様にですね、訪問させていただいております。空中権を使ったですね、全く新しい着眼点のビジネスモデルを展開されている注目のスタートアップ企業だというふうに私は考えてますので、本日はですね、前半後半に分けてですね、スポーツ社長の方からですね、トルビズオン様の事業モデルについてですね、詳しくヒアリングしていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。御社のですね、ビジネス非常にですね、特徴的で、斬新なアイデアを展開されているというふうに感じたんですけども、視聴者の皆様はですね、まだ御社のビジネス知らない方も多いと思いますので、まず松本社長の方からですね、御社のビジネスモデルですね、簡単にご説明いただけますでしょうか。はい。我々株式会社トルビズオンという会社なんですけれども、このソラシェアというですね、サービスを行っております。で、ソラシェアというのはまさに空をシェアするという、この名前の通りですね、上空権、空中権をシェアリングするビジネスなんですね。で、今ドローン飛ばすにあたりですね、どうしても地権者の許可が必要であるという現状がありますので、その地権者がお持ちの空中権をドローン業者に対して販売することができるプラットフォーム、これがソラシェアになります。ありがとうございます。空中権っていうと、やはり不動産業界の中では、空中権を移譲するだとか、そういうことによって容積率確保するとかっていう、発想で、扱われることが結構多いんですが、ドローンの交通網っていう形でですね、そういった空中権を活用していこうというのは、これ非常に斬新なアイデアですし、日本のベンチャー企業でなかなか、そういったことをやられてる会社はないと思うんですが、この斬新なアイデアを思いついたきっかけというか、その経緯みたいなものをですね、松本社長のお経歴を、絡めていただきながら、ご説明いただけますでしょうか。そうですね。もともとこのドローン業界に入ってきたのは2015年なんですよ。はい。2015年からずっとこのドローンを追いかけ続けてきたっていうのは実はありまして、というのもなぜかというと、首相官邸にドローンが落下したんですよね。で、その時に、すごい話題になってですね、これはドローン使えなくなるぞという風潮になったんですよ。で、私逆張りが好きなので、それだったら、もうむしろドローンを使っちゃえと、でいろいろなビジネスをそこから始めました。でドローンのビジネスの中でもピボットをたくさんしたんですが、まずやったのがドローンの空撮ですね。ドローンで写真を撮る、動画を撮る。でその次にやったのは、これをじゃあ教育というところですね、ドローンのスクールというのを始めて、ドローンの販売代理店をやってですね、でそこからちょっとレベルを上げて、ドローン測量ですとか、ドローンの災害調査ですとか、いろんな、ドローンビジネスを展開していった中で、必ずぶち当たるのがこの地権者の調整なんですよ。勝手にやってもいいんですけれども、勝手にやるとですね、どうしてもこう通報されたり、でもちろんその侵害なんですよね。民法207条に土地の所有権をその上下に及ぶという項目がありますので、ですからそこをこう侵害させないためしないためにはどうすればいいのかというのを考えたときに、これは土地所有者側がこう飛ばしていいよ、ここはという、マッチングプラットフォームがあれば、それ可能になるんじゃないかというふうに考えて、そこで行き着いたのがこのソラシェアなんですね。はい、なるほど。ビジネス上の、ぶち当たった課題をどう解決するかっていう発想の中で、ソラシェアっていうサービスを思いつかれたというお話なんですが、はい、実際そのソラシェアでは今特許も取られてるという話ですよね。はい、分かりやすく言うと、道路のようなインフラ、交通インフラを空中に持っていこうっていうのが特許の内容という理解でよろしいんでしょうか。そうですね、そうなんですけど、ビジネスモデル特許ですので、これシステムと連動させないと権利化できないんですね。ですので我々はそこにですね、スカイドメインという、考え方を導入しました。そしてそれを特許として、取得したんですけれども、どのようなものかというと、インターネット上のドメインってありますよね。はい、これはURL 打ち込んで
インターネット上のサイバー空間の IP アドレス、これ数字の羅列ですけれども、はい、まあ、そこに対してアクセスすると。で、人間からしたら、数字の羅列よりは文字列の方が分かりやすいので、アクセスしやすいというのは、これがドメインネームシステムの根本なんですが、それを空に当てはめたんですね。例えば空、空中をじゃあここの空中券を販売しましょうになってもですね、そこは一体どこなのかっていうのは全く分からないと。でそれは、深く突き詰めていくとですね、緯度経度高度という点の集合体なんですね、連続体なんですよ。ですからその連続体をデータベースに入れ込んでですね、これを一つの文字列に、置き換えると。これをスカイドメインですから、そのスカイドメインを打ち込めばその空域がパッと出てくると。そしてそこに、空下という地下に対するですね、空の価値、このデータベースも入れ込んで、それがリアルタイムに変動していることが可能な、そういったそのデータベースのセットですよね。そこと、このソラシアの、空中券取引の、プラットフォームの、サーバー間の、システムですね、こちらをビジネスモデルとして取ったんですね。あ、なるほど。今のお話を伺って2つ疑問が生じたんですけど、やはりその場所ごとに空間っていうか、空間のこの価値、多分さっきの首相官邸じゃないですけど、当然首相官邸近ければ価値高いでしょうし、まあ、もうちょっとそうじゃ誰も住まないようなところだったら価値低いでしょうし、そうですね、やっぱり地域ごとの価格差っていうのってのはある程度設定されてる。これは出ますね。設定しているというよりは、これもなかなか鋭いですね、はい、お客さんが決めれるんですよ。なるほど、なるほど。これパターンが2つあって、はい、1つは、空撮ですとか訓練用の、用途に使う、空域、はい、これは30分も1時間も下手したら1日、丸1日使ったりもするんです、はい、ただ物流用の空域っていうのはこれもう瞬時に過ぎ去るので、はいはい、全然違うんですよ。かつ物流の空域の場合何が問題かって、例えば物流業者さんとか小売業者さんがこの空域をドローン使うんですけれども、それあまり高すぎるとですね、もうそこ路線入らないんですよね、はい、使っていただけない。ですからここは物流業者さんとか小売業者さんと議論しながら考えていかないと全く問題にならないですね。ただ逆に先ほど の, その訓練ですとか空撮用の空域、これはもう地権者が好き勝手決めても、まあその市場価格で決まるものなので、高すぎれば誰も使わないから空価は下がりますし、安すぎたらどんどん使われるものをもっと上げてもいいかということにもなるんですね。なるほど。今のお話聞いて、まあ、我々テックベンチャー側からするとですね、やはり不動産事業者様から、はい、最適な配送ルートを人工知能で分析してほしいだとか、そういうご要望とか結構いただくことが多くて、そうでしょうね。まあ、全くそれと同じ価値観で、はい、じゃあ小売業だったらこういう空中の経路が一番まあ配送ルートとしていいし、値段的にも一番コストが下がるみたいな分析っていうのは、やっぱりまあ我々とかがやってるのは人工知能テクノロジーで、ある程度解決できる部分も多いんじゃないかなというふうに、まあ、そういったところのビジネス上の何か将来的な構想みたいなものも多分考えられると思います。もちろんそこはもうかなり重要なポイントですよね、はい、で空中っていうとですね、まあ、空中っていうよりはドローンですね、はい、ドローンで重要なのは例えば天候ですね、気象データですとか、あるいはこれから今ドローンってプロポという送信機で動かしてるんですけど、はいはい、これから携帯電話で動かすようになるんですよ、はい、そうするともうどこでも自由に、自動操縦をすることができるので、はい、そうなってくると電波強度っていう問題が出てくるんですね。電波が弱いとか、はい、例えばの携帯で電波が弱いところって通じないんですよ、はい、ドローンも一緒ですよね。電波弱い空域っていうのはこれコントロール不能になるので、うん、そういうところはやはりリスクが高いということになります。ですからこの気象にしても電波にしてもこれリスクなので、はい、そのリスクに従ってこう空間が変わっていくような、そういったイメージになるのかなと。なるほど、はい。天候とかになってくると、それこそもうデリバティブの商品とかもできる。面白いですね。はい、話になる可能性がありますよ、ね。そうですね。はい、その空の、空間の話でいくとですね、まあ、ちょっとこれどこまで話してるんだろう。空間の話でいくと、はい、空のリードができるんじゃないかという話を今していて、うん、はい、例えばこれが、さまざまなですね、空の物流網がこれからどんどん構築されていって、はいはい、物流網のみならず空と車っていうのもありますので、はい、例えばそれがそれとも車の航路というのがまた出てくるわけですよ、はい、で空とも車ってさらにでかいのでですね、これはリスクがさらに大きいんですけれども、まあ、逆にそこの下の空間というのはあるかもしれませんよね。そうですよね。そこを受け入れる、はい、わけですからと、はい、いうような形でこういろいろなその空間の変動によって変動するところの利益をですね、この投資に回して、うん、まあ、そこはちょっと私の分野ではないので、ぜひ教えていただきたいんですけども、はい、できるんじゃないかという話を伺
帰していいですねという話もしたことがあります、ね。ああ、なるほど。今あの話が非常に面白いので、1個目の質問でちょっとこの話盛り上がっちゃったんですけど、まあ、2つ目の質問があってですね、まあ、先ほどその、まあ、空間ドメインとは3つの点で、あの定義できるって話になったんですけど、当然その空間って 3G、あの3次元ですから、そうですね。その高さによってもやっぱり値段って当然変わってくるって話になってます。おっしゃる通りです。ドローン通行領域だとか、例えばじゃあ自動運転か、あの飛行、はい、空飛ぶ車、あの飛行領域だとか、はい、その高さによる、まあ、定義みたいなものっていうのもやっぱり今考えられてて。もちろん全部できますね。はい、あのドメイン、まあ、これはあのビジュアルでご説明した方がいいんですけども、はいはい、ドメインにですね、インターネットのドメインも .net とか .com とか、うんはい、.cojp とかでちょっと意味合い違うじゃないですか、はいはい。我々もそのトップレベルドメインの部分っていうのをトップレベルスカイドメインの部分を変えることによって、さまざまな用途ごとに、アプリケーションごとに、そのドメインのデータベースセットを変更できるという、そういう仕様にしてまして、しかもそれをオープン API にして、誰も開発できるようにしていきたいと。で、今、コアとなるのはスカイマーケットという、その、空撮ですとか、あるいはトレーニング用の空間の空域の取引システムですね。これはまず一つ我々が作っています。これドッツスカイです。で、ドットじゃなくてドッツっていうんですけど、はい、コロンにしてるんですけど、うん、で、もう一つがスカイ ETC ですね。空の、高速道路のように、はい、通ったらチャリンとお金が入ると。で、それがロットドットドッツロジスティックのドッツロジっていうので、うん定義してるんですね。で、他にもディザスター、災害調整はドッツディスとか、うん絶景空撮やドッツビューとかいろんなものを用意してます。まず、ベーシックなもので、でそこ以外に自社で作りたいというところがあればそこを特別に、また作ってもいいですし、そういうふうにこう広い、範囲でですね使っていただければなと思ってますね。もうまさにこう、まあ、あの空中インフラのもう総元締めみたいな立ち位置になる、まあ、そうですね、まあ、空のをハックするって我々言ってるんですけど、はい、その空のハッカーたちをこう活躍する場所を作りたいって感じ。アップルで行くと、まあ、アップルストアとか、うん、Google Play みたいな、まあ、それを総元締めって言うんですか、うん、そうですか、わからないですけど今あのドローンにあの、まあ、ご興味あっていろいろ事業されてきたってお話を伺ったんですけど、あのドローンの活用イメージみたいなものをですね、はい、まあ、多分いろんな用途があると思うんですが、それをまあ視聴者様に分かりやすくお伝えしていただいて、あ、お願いできますか。わかりました、はい。まずドローンで皆さんイメージされるのはですね、やはり空撮だと思うんですよ。うん、ドローンに 何を積み込むかによって、これソリューション変わってくるんですね、はい。例えばドローンにカメラを積み込めば、それは空撮用のドローン。ドローンにセンサーを積み込めば、例えばリモートセンシングといって、農地をこう測ったりですね、あるいはまあ林業を見たりですね、その管理をしたり、育成の調査とかそういったところができると。でもっとこう測量用のレーザーとか積み込むとですね、その、ドローンでバーッとこう動いただけでですね、その地形を全部3次元化してデータとして出すことができるというようなこととか、あるいはまあちょっとこれはカメラになるんですけれども、災害の被害状況をまあどのようになっているかというのを、まあ、人が入りにくいようなところにですね、回り込んでいって、データを取得してくるですとか、で、あとは、こう、ペイロードを、ペイロード部っていうのは、その、搭載するものになるんですけれども、はい、まあ、そこに、こう、物を入れることができるような箱を、こう、搭載すればですね、それは物流用途として使えますし、より大型になると、人すらも移動させることができると。ですから、空を使った移動、空を使ったセンシング、これがそのドローンの、利用の本質ですよね。はい。ありがとうございます。さて前半の動画は以上となります。トルビゾン様が展開されている空中圏のプラットフォームというビジネスの概略ご理解いただけたんじゃないかなというふうに思っております。後半の動画ではですね、その中で今後のビジネスの展開の可能性だったり現状の課題ですね、そして不動産事業にどのように活用できるかという点についてですね、また詳しくお伝えしたいと思いますので、まあ、引き続き後半の動画もご覧になっていただければと思います。